あ、もしもし。はい。あ、すいません。あ、奈良市から、電話させてもらってる、小笠原と申しますけども、はい、今回は、街づくり条例的には、天理の組織に属しておるので、天理市民という立場で、ちょっと今日は電話させてもらってます。はい。ね、奈良新聞に先日載りましたけど、教員が教科書会社からお金をもらっておったと。贈収賄事件ですよね。これもすでに、県には報告されているって、それも文科省に上がってると思うんですけど、天理市さんの教育委員会のホームページがまだ公開されてないんですけど、これ、いつ公開されるんですか？ちょっと待っていただけますか？はいはい。音大丈夫です？あ、了解、音 OK、了解。あ、もしもし。もしもし。あ、もしもし。はい。はいはい。このことについてはね、はい。まだ今、確認中で、すぐに結論は出てないんですが。ああ、一応、集計されて、報告はされてるんですよね。と思います。ちょっとね、今、担当の者が会議中なので。あ、そうなんですか。はい。あ、ほんだ、はい。3点ほど、とんだちょっとお伝え願います。はい、ですね、はい、まず、今、奈良市のね、処分の指針っていうのを見てるんですけど、それを見ると、多分、天理市さんでも同じような状況だとは思うんですけど、はい、収賄ね、公金に関する、まあ、文書のところで、はいはい、収賄、職務に関連して業者等から金品等の、賄賂を収受し、またはこれを要求駆逐は約束した職員は免職とするって書いてるんですよ。はい。うん。ということは、今回の事件は、まあ、免職に、が妥当だということになりますよね。はい。まあ、処分すん、処分自体は奈良県が、するっていうのは、まあ、知ってるんでいいんですけど、はい。まずこれは、ね、指示があれば厳粛に、で最低でも金品もらった人には全員、戒告ぐらいはしていただかないと困るんですよね。うん。で、まずこれ1点目と、で、まあ、サイトに、公開するというのはまだ今考えておられるということですね。はいはい。でも、2つ目。でも一応、北海道ではもう公開されておるから、はい、ほんまは天理市さんももう速やかに、文科省より先に、ほんま出さんとあかんと思うんですよ。だって、北海道より悪いことしてるんちゃうかって、こう、みんな思いますよね。市民の方はね。だから隠すことは、もう、無理やから、もうニュースにもなるし、もうどんどんこれからまた大変な立場になると思うんやけど、だからこんな早めにしといた方が絶対得なんで、うん、よろしくお願いしますということと、なんで東京書籍に決まったんですか、っていうことですね。東京書籍って何の教科ですかね。歴史。今回改めて東京書籍に変わりましたよね。はい。ほんで一番大っぴらに、うん、現金巻いてたのは東京書籍らしいんですけど、それ関係して、うん。これはですね、ええ、ここはまあ私ちょっと答えれるところなので、ええ、ちょっと他のね、他の今質問の一番目と二番目はちょっと私わからないので、ええ、まず確認をさせてもらおうと思うんですけどね、はい。三番目のその採択に関わってはね、うん。私採択のその、うん、採択のその委員のそのちょっと中心でやらせてもらってたんですけど、あ、そうなんですか。はい。からはい、その採択に関わる事前 の流れですね、ええ、全部させてもらう中で、はい、資料をみんなで作って、ええ、その資料を検定して、うん、採択、まあ、最終的な採択の報告から、うん、教育委員会から採択するところまでですね、ええ、公平にまた、うん、きちんとはっきりする形でさせてもらって、ええ、その一切そういうふうなところが管理してないっていうのことは事実は私も確認してあるので、はいはいはい、はい。だから、小説書籍の書は、教科書の方が非常には見やすくて、
うん、まあ、基本的にはそのよく作られたっていうのは、うん、みんなね、共通意見だったんです。ただ、うん、公民についてはね、ええ、やっぱりあの奈良県のそのことに関わってたくさん、まあ、触れている日本文化出版はそのままやっぱり使いたいっていう意見が多かったので、ほうほうほう、そうなったんですけども、ね、ほうほう、あのその歴史の地理とか、うん、歴史についてはね、うん、まあ、教科書の、 あの作りからしてね、うん、あの非常に見やすかったしね、うん、まあ、今までは日本文化出版のやつを展示再学してたんですね。はあはあ、その理由としては、うん、まあ、あの奈良とか近畿のことがたくさん載ってたので、うん、まあ、子どもたちが教科書を身近に感じてるっていうところはあったんですけどね、ええ、まあ、載ってる資料の膨大さとかその、うん、まあ、資料の一つ一つの写真のその、まあ、あの価値ですね、ええ、そういうところからもう、うん、まあ、あの研究員とか研究員も研究してきたけど、まあ、僕らも教科書見せてもらって、うん、非常にいいという判断をしたので、うん、まあ、最終的に採択したのは教育委員会なんですけども、うん、はい、まあ、資料作りの時にもそういうふうなところはやっぱり、うん、あの資料作る上ではあの中に入れさせてもらいました。うん、ただね、と、うんうんうん、はいはい、あの極端にその誰かの意見が優先されたとかね、うんうん、全くそういうようなことはないです、ね、ないですか、うん、はい、うん、一応ね、東京書籍さんが、まあ、一番問題になっておるというのは、やっぱ、南京事件のあたりだとは思うんですけど、うん、教科書を作るときにね、ええ、教科書全体的にその使いやすさとか、うん、その、まあ、言ったら、子供たちにとっての、その、まあ、広がりとかそういうふうなことありますよね。うん、ええ、地理学とか、うん、そういうふうな、あの、教科書のその魅力観点は示してあるんですけども、うん、ええ、その内容の一部分について考慮するってことはしないっていうふうなことを最初に、まあ、あの、なるほど。一応、検定通ってるわけですからね、全部ね。結局、うん、中身のその、一つのことについて、載ってるか載ってないかとか、そういうようなことは、うん、また採択するときのその選、うん、選定理由には挙げてないんです、展示士は。ああ、なるほど。うん、だから、うん、最初にそのことを、まず、うん、最初に打ち出してるので、うん、まあでもね、内容はやっぱ一応精査するべきだってね、その。内容精査するんだけど、うん、まあ全体的にその、近代もあれば、うん、まあ中世も、あの、まあ、うん、全部あるので、うん、その辺のことについて公平に意見出してもらって、うん、最終的に決定したので、ええ、うん、ただね、その、うん、ちょっと古い話になりますけど、平成7年頃にね、生駒で、その、柳本飛行場に関する、いやいや、天理市で柳本飛行場に関する説明文立てましたよね。今撤去されておられるけど、これ内容精査しなかったから、看板立てちゃったんじゃないんですかね。今、その、うん、そのことについては、まあ、秘書課ですね。秘書課の窓口になって、うんうん、ええ、対応するというのは、うんうん、こちらの方としては、まあ、うん、まあ、あの、確認中としか言えないんですけども。ええ、ええ、うん。だから、その、東京書籍の、その、南京事件のところね。うん。全くつながりはないです。いや、まあ、分かってますよ。あの、検定通ってる教科書ですかね。言ってみたら、学び者でもいいわけですよ。そうでしょ？ただ、やっぱり今の研究結果では、当時の朝日新聞の、その、一般市民が亡くなられた数と、東京裁判で亡くなられた一般市民の数は、足し算で比較すると1793名やったっていう、こう、研究も出てるんで、だからやっぱし事件はなかったんじゃないかなっていうのが、これからの流れだと思うんで、やっぱその辺はやっぱしバランス、選ぶバランス、教科書、うん、としては必要であったんではないかなと思うんですけどね。うん。どう、うん。まあ、きます、はい、はいはい、どうです、これ、結構電話かかってきてるんですか？いや、あの以前は、はい、かかってくることはあったんですね、あの撤去した時のことの。ああ、それね、はいはい。教科書採択に関わっては、うん、まあ言ったら、全然ないです、ね。あ、まあ、これからでしょうね、文科省が発表してからやと思いますよ。ないですね。あ、そうですか。まあ、私のところ、私が管理してる部分がないのかもしれないですけど、うん、ええ。私、まあ、担当させてもらったので、うん、中心になって、でも採択に関わる部分は全く関係がない、うん、ないというようなことで、うん、私は初めてこの電話を受けてるのが初めて、ね、あ、そうですか、は
はい。ああ、まあ、了解いたしました。まあ、何しかせん、うん、その、所の選択に関わってはね、うん、はいはい。透明な部分が、まあ、テネシーの場合は全部、まあ、公開っていうか、その、情報公開の中で、任意請求していただいたら、まあ、全部メンバーも全部公開してますし、その、やり方とか、うん、基準とか、その、調査、うん、調査した教科書の、やつも全部公開してるので、見ていただいたりするのはできるのでね。はい。で、その中で、ここが特にこういうふうなところで、うん、教科書が選ばれてるっていうところまでも全部公開してるので、それを見ていただいてるとは思うので、だから多分何もないのかなと思ったりはするんですが。うん、わかりました。はい。だからその、さっきね、生駒市にも実はかけたんですよ。で、生駒市さんは、その、教科書会社が、文科省に挙げた数字と、教育委員会が挙げた数字が、に差があると。ということで、再調査を受けてるらしいんですけど、天理市さんは大丈夫ですか？いや、ここがね、そこがさっき言われたやつ、その部分で、担当してるものが今ちょっといないんですああ、そうなんですよ。小笠原さんに、はいはい。いや、いいです。最終的に処分は、県がするっていうことになってるそうなんで、はい、だから最後は、県の方にまた確認をさせてもらうし、正しい数字もまた後から多分出てくるんでしょうね。数が合うまで多分、はい、やると思うんで、はい、ははは。まあ、何かその、はい、今の3点だけ一応お伝えいただいて、わかりました。また、はい、よろしくお願いします。はい、はい、失礼いたします。あ、いえいえ、こちらこそ、よろしくお願いします。失礼いたします。